はい、FX の基礎講座をご覧の皆様、こんにちは。速稼塾の久保です。今回ですね、ご質問いただきましたので、Q&A でお答えしていこうかと思います。まずはね、レバレッジの1倍のことなんですけども、レバレッジを2倍とか3倍とか5倍とか10倍にすることっていうのはできるんですけども、なんで私はそれをせずにね、ずっと1倍かっていうことなんですけど、これはね、ちゃんと理由がありまして、そのレバレッジとかロットっていうのはいつでも上げれるんですよ。でもお金がなくちゃ上げれないっていう理由と、あともう一つはね、精神力がないと上げれないんですよ。速稼塾の FX の3段階って覚えてますかね。まず第1段階は基礎用語の暗記なんですよ。これがないとチャートを見ても意味がない、パソコン開いても意味がないんですよ。ですから基礎用語を暗記するまでは私はチャートを見る必要もないし、パソコンを開く必要もないと思うんですよ。ただ英単語を暗記するみたいに、こうやってね、トイレに貼ったりとか、もうとにかく暗記をしないと始まらないと思ってるんですよ。だから暗記を第1段階に置いてます。で、第2段階はデモトレードとか少額でトレーニングしていくところですよね。で、自分の覚えた基礎用語とかフォーメーションとかが使えるのかどうか、見極められるのかどうかっていうのをやるために、少額とかデモトレードで徹底的にやり込みます。そこで一定の成績が出たら、ついに3つ目の段階に行きます。3つ目の段階は精神なんですよ、ね。ロット1でやるのと10でやるの、トレードってのは全く同じやり方なんですけども、1の時と10の時って精神が全く違うんですよ。私の感覚だと、ロット1からロット2にする時に精神的な圧力っていうのは2倍ではなくて 2.5 倍ぐらいかかるんじゃないかなと思ってます。これはね、計算式があるわけじゃないんですけども、感覚的なものを分かりやすくするためにこういうふうな数字で表してます。で、ロット1からロット3にする時ってのは 2.5×2.5 ぐらいの圧力がかかると思ってるんですよ。そのぐらいロットを上げるのって、金銭的なものもそうなんですけども、精神的な重圧がものすごく厳しいです。で、これは中村トレーダーも言ってるんですけども、地上15センチの平均台に登っていくのと、地上150メートルの平均台に行くの、平均台の感覚は同じなんだけども、もう精神力が全然違うってことなんですよね。ですんでね、ロットを上げるときとかレバレッジを上げるときっていうのは、金銭的なところもそうなんですけども、その相当精神を鍛えてないとできないよってことだと思うんですよね。ですんで、速稼塾ではレバレッジが基本的に1倍、ロットは 0.01 から、もう10円ベットから始めましょうっていう話をします。でも、その前に基礎用語を暗記しないとダメですよってことをね、口酸っぱく言うんですけども、基礎用語がまだ半分も入ってないうちに、なぜかチャートを開けたりね、実入金をしたりするんですよ。いや、それで勝てるんだったら本当にいいんですけども、ほとんどの人は勝てずに、基礎用語の大切さっていうのをね、まだ噛み締めてないんじゃないかなと思いまして、今回の FX 基礎用語講座のカリキュラムをね、3ヶ月で設けてるわけなんですけどもね。はい、では次に行きましょうか。投資額を増やしたければ原資を増やさなければならないという当たり前の原則、その通り、そこもあります。本当に。で、速稼塾の資金管理の計算方法は後で学ぶことができるんでしょうかということですけども、今までも何度も話してるんですけども、初めて聞く方のために言っときますね。資金管理なんですけども、ロスカット受け入れられる許容量っていうのが、 FX の証券口座に入れた金額、証拠金のですね、 1% が限度です。で、こう聞くとものすごく慎重論に見えるでしょ。でも私の感覚から見ると、これは当たり前なんですよ。投資家、プロの投資家さんってこのぐらいの割合でやってると思いますよ。分かりやすく言うと、私がね、FX の証券口座に毎月、月初めに100万入れてるんですよ。で、月末に150万にすること、要するに月利 50% を目標にやっていって、24-25% で落ち着いてるんですよね。恥ずかしいことにあんまり言ってないんですよ、精神力が弱いんで。で、それでやるときに100万入れてるわけじゃないですか。だから1ロットいっちゃうと、ロスカットが1万なんで、そこが限度なんですよ。で、しかもそこでね、最初の一発でロスカット食らうと、今度は2回目っていうのは、許容のロスカット単位っていうのが1万円ではなくて、1ロットではなくて99になってるわけですから。証券口座にある金額が1万円でロスカット食らったら、次の日っていうのは99万からスタートなんですよ。だから9900円になるんですよね、わかりやすく言うと。ですので、私のね、ロスカットの限界、リスクリワード 1.3 って言いますよね。マイナスになった時に1、プラスになった時は3を狙うということなんですけども、最初に月初で100万円に調整してます。100万円を機種に入れるようにしてるんですけども、期末ではね、大きく増えても小さく
へこんでもまず100万に直して月の始めを迎えることにしてるんですけども、最初に100万あるじゃないですか。したら最初1ロットでいくと、それでロスカット食らったら今度99万からスタートになっちゃうんで、最初は1ロットいかないんですよ。 0.5 とかでやってるんですよ最初はね。最初のうちはでプラスになり始めて、例えば100万円の資金が105万とか110万になりかけたら1ロットにしていくって感じですよね。まあ、ですんで、なんですかね、速稼塾の資金管理の計算方法といえばですね、全体資金の 1% がロスカット限界、これです、ね、100万円入れてる人だったら、1万円がロスカットのギリギリ限界ですね。すごく慎重論に見えるでしょ。だから10万円しか入れてなかったらロスカットライン1000円ですよ。でそういうふうにやっております。で勝てるようになったら、勝率がちゃんとね上がるようになってきたら、6対4ぐらいになったらね、6対4で勝てるようになったらロットはいつでも増やせるんですよ。まあ、ですので私はねそのように話すときは話しておりますね。で将来50万からスタート予定ですが、自分はこれからデモでも 0.5 ロットでやって金銭感覚を修正していこうかと思います。その通りです。それでいいと思いますよ。だからそれが限界です。50万円で入れるんだったら 0.5 ですよね、スタンダードの口座で。 0.5 ロットで 1% です。でそれがもう限界ですよ。だから 0.5 ロットどころか 0.1 ロットとかで普段やっていって、で50万が55万とか60万に増えたら 0.5 ロットでやるって感じになるんじゃないですかね、うん、私の場合はねそういうふうに聞かれた場合はお答えしています、あとはご自身の力量ですとか資金とか、それから精神力に合わせて調整するのはありだと思いますけども、繰り返しますけども、投入資金量の 1% がロスカット限界、これが私の金銭感覚、資金管理の方法ですね、だから2ロットとかでいかないですね。3ロットとかも相当含み益が加算できて他の玉が強いとかね、そういう場合とか、あと資金が増えて月の半ばぐらいで120万とか130万あるよって時はロット2とか3にしていきますんで、どちらかというと私はね月末の方に結構ね立て込んで勝負をする感じですね。ロットを増やしたりとか、ポジション玉を2つ3つ余計に持ったりとか、あとは酔い越しをしたりとかね、そんなことがありますかね。はい、回答は以上ですけども、いかがだったでしょうか。十分な答えになったでしょうか。それではまたご質問ください。